ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は難易度爆上がりしてませんか、混沌闘技場を攻略するたった2つのポイントについてご紹介していきたいと思います。とその前にいつもの告知、はい、こちら運営公式のキャンペーンとなっておりまして、課金額の 15% が還元される非常にお得なキャンペーンとなっております。1万円課金すると、1500円分のゲーム内で使えるクーポンが返ってくる、そういった仕組みですね。はい、でこちら、ご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。課金者、特に重課金者の方々ですね、非常に恩恵が大きいかと思いますので、ぜひご参考ください。ということでですね、本題に戻りまして、はい、本日来ましたね、ついに白の女王イベント。いやー、あれですね、ストーリーをクリアして無料10連ガチャが手に入るっていうあのコンテンツがね、今回ないのがちょっと痛いなーっていうところがまず一つありますね。ムーラの時はね、お詫びですか、火属性じゃなくて光属性で実装したことへのお詫びとして、毎日ね、無料ガチャもらえて、誰でも簡単にゲットできるという感じでしたが、そうじゃなくなっちゃいましたね。はい、で本日はですね、こちらですね、混沌闘技場、これね、難易度がね、前回ムーラン実装時から爆上がりしてる気がするんですよ、トラえもん。はい、いや、してるんだと思うんだよな。でですね、こちらの仕組みですね、混沌闘技場の仕組みについては、はい、こちらの動画ですね、この動画で、詳細ご説明してますので、概要欄に貼っておきますので、まだね、今回これ初めてという方も含めて、仕組みの詳細についてはこの動画概要欄貼っておきますので、そちらをご覧くださいということになりますが、早速いきましょうか。もうね、ほんとね、これトラえもんもやってみてそうでしたし、ツイッターでもね、すごいそういう声多いんですけども、難易度がね、高いんですよ今回。普通に最初始めたんですが、もうね、3勝もできない時もある、1回も勝てない時もあるし、8勝なんて夢のまた夢なんじゃないかっていうぐらいの時もあってですね、ちょっとこれはいかんぞということで、いろいろ試したところ、あ、このやり方だといけそうだぞというところが、ちょっとトラえもん的にですよ、トラえもん式ということでご理解いただければと思いますが、見えてきましたのでご紹介したいと思います。まあ、ポイント2つあるんですけども、1個についてはこれはちょっとどうかな、ちょっとオカルト的な感じになっちゃうかな、ちょっと真偽どこまでかなっていうところありますが、まあちょっと2つね、ご紹介していこうと思っています。の前にね、この混沌闘技場ってこんなに BGM かっこよかったでしたっけ。結構ね、胸熱な BGM ですよね。これ前のムーラン実装時もこんな感じだったかなと思いながら、今回ね、いろいろ試しに試しに試してというところで、まあいろいろね、あげればキリがないので、ポイントは2つかなというところで、はい、絞っていきたいなと思います。まあね、キャラクターとかはもう相手にもよりまして運次第ですからね。はい、で早速いきましょうか。もうね、先にポイント2つお伝えしますね。まず1つ目は、はい、ちょっとこれやってね、5体揃えて、まず1つ目のポイントは陣形なんですよ。陣形をね、多分ね、皆さん普通にずっと疾風でされてる方多いんじゃないかなと思いますが、これね、陣形を、これ、怪盗ですか、これにすること。これがね、まず一つ目のポイントです。これね、ちょっとオカルト的かもっていうところは正直ありますけどね、白の女王がね、全体的に攻撃するのと HP が低い敵に攻撃するので、ちょっとカート的かなと思いつつも、この陣形にしてからね、まず勝率がね、ガクッと上がりました。はい、でもう一個のポイントは、光闇属性、混同でもいいですに、どんどん揃えていくというこの2つですね。はい、ということで、トラえもんね、連続3本混沌闘技場勝負やっていきます。で、どれこの3回で、どこまで勝てるのかというところをね、ちょっとご覧いただきたいなというふうに思っています。はい、どんどんやっていきましょう。まずはね、はい、いいですね、いい感じ。怪盗にしてからね、怪盗陣形が本当に効くんですよね。1回負けてますかね。いいんです、いいんです、3回まであるのでね。で、はい、どんどんこの光とね、闇属性揃えていくんですよ。
でまあね、アリスが出たらね、アリスは絶対に残しておいた方がいいです。はい、白の女王が強くなるので。あとはヒーラーはね、トラえもんの経験上ですが、ソフィーより、薬の魔女の方が、勝率は上がるかなというところですね。結局この混沌闘技場は、相手のキャラクターを先読みすることができないので、正直運の要素が強いんですよ。はい。なのですが、その中でも勝率を上げていくっていうところで言うと、怪盗陣形にすることと光闇属性に、揃えていくことっていうのがポイントになるかと思いますね。はい。で、今ドラえもん、あ、ちょっと戻っちゃった。もう一回いきますね。今何勝だ？もう4勝今してますね。で、1回しか負けてない感じですね。で、まだ、守衛があれですね。1001話の方なので、どこかで入れ替えたいなと思ってますが、お、1001話の火力出るな。まあでもやっぱ白の女王がね、MVP になりますよね。はい、アリス入れてますんでね。はい。で、これで、どんどんやっていくわけですが、よし、やっぱ守衛が出ませんね。まあいいんです。出ないなら出ないでね。これ何回でもできるコンテンツですから。ただ勝率上げたいよねというところで。もうね、本当ちょっと怪盗ボスの陣営にすることによる、陣形することによる効果、ちょっとこれはね、いろんなこう、理論上という観点でも真偽は正直不明なところがあるんですが、これはもうね、トラえもんの経験則として捉えてください。で、光闇に揃えていく。はい、揃えましたね。はい、光闇に揃えていくのは、これはね、勝率に影響かなりあると思います。やっぱりね、光闇属性のキャラ、まあそもそもやっぱ強いですよ。はい。で、やっぱ白の女王がいるんでね。これを生かしていくためにも、やっぱりね、白と、あとは白じゃないや、光と闇か。で、揃えるのがいいんじゃないかなと。今何勝目ですか ?6 勝したのかな今。6勝してますね。で、プリスの代わりにマリンかな。うん。今のとこね、まあ、プリスでもマリンでもどっちでもいいんですけど、マリン強いですね。うん、で、あのね、守衛はアースラーがいいかな。トラえもん1回だけ、今、全勝ですか。11勝なのかなはしましたが、はい、マリンが強い。まあ、やっぱりね、飛び抜けて強いですね。マリンはね、基本入れるようにしてますね。はい。なので、10勝か。10勝はね、もう1回したんですけどね。とりあえずこの8勝に行くところまでが、この闘魂競技場では大事なんですよ。10勝9勝は、まあ、そんな関係ないので、8勝まで行ってね、あの宝箱を取らないといけないので。はい。で、はい、勝ちましたね。という感じでね、結構勝てるんですよ。はい。またマリンが1位。お、白の女王が1位か。はい。まあ、アリスがいるとやっぱり違いますね。はい。で、今これで8勝しましたね。はい。まず1回目です。はい。これでね、あと2連続やっていきますけども、まあ、勝率がどうなるか。勝率？勝利数か。あー、負けた。負けましたということで、1回目のチャレンジは、何勝したんだ ?8 勝ですね。8勝3敗ということで。いや、8勝までいけば十分でしょう。ほんとね、この、陣形とね、この光闇のこの2つのポイント、気づくまで、ほんとね、1回勝てないこともあったし、3回とかも8勝なんて夢のまた夢でしたからね。はい。で、これをね、はい、回答にして、あ、アースラ出ましたね。アースラがいいですよ。守衛はね。はい。白の女王と、まあ、ソフィーがいて。まあ、とりあえず最初はこんなもんでしょう。で、いいんです。負けても。最初はね。はい。負けていいんです。で、またこれで5体増やして。まあ、白雪ユリですかね。ここはね。はい。まあ、この辺はね、光と闇の、が出るまでは我慢ですね。はい。勝ちました。で、あ、黒の王子が出ましたね。これはもう黒の王子にね、変えた方がいいですね。はい、光と闇にどんどんねこうやって合わせていくんですよ。はい、あの悪の孫悟空とかもね強いですから使えますからね。はい、鏡の女王がちょっとどうかなっていうぐらいかな、闇属性でいうと。はい、順調に勝ってます。まだ1回負けたのかな。で、3勝したのかな。はい、でマリン来ましたね。マリンいときましょう。で、今度は支援がやっぱり足りないな。支援が出てこないな。いい支援が、まあでもこっちの方がいいのかな。人魚の方がいいですかね。おお、勝った勝った。いいです、いいです。もう5勝しましたかね。こんな感じでね、いや、ほんと、ごめんなさい。これ、トラえもんだけだったらほんとごめんなさいね、なんですけど、難易度がね、ほんとに上がったので、もうここまで来れるのもね、もうなんか、ほんとにいけるのかっていう、あ、負けた、1回。
3勝で結構限界だぞ、これ何回やらないといけないんだこの宝箱を全部取るまでっていう感じだったんですが、まあもう全部取りましたね。はい、やっぱマリン強いな。はい、お、薬魔女出た、出ましたね。あ、負けた、負けちゃった、負けちゃいましたね。まあこういう時もありますよ。これ何勝だ、これで、はい、7勝まで行きましたね。はい、でもう一回行きましょうか。はい、これノンカットなのでね、ちゃんと3連続やってますよ。変な編集とか加えてませんから、はい、純粋なね、勝負の結果というのを見ていただければなと。わあ、これなんかひどいな、薬の魔女出たけど、あとひどいな、守衛がいないからな、どうしようかな。んー、まあでも白の女王をね一番前に置くわけにはいかないので、ピノキオじゃないんじゃない、そうだね、サザエ姫で、そうかな、まあこんな感じかな。はい、まあ負けますよね、いいんです、1回目はいいんです。はい、負けてからが勝負ですから。あ、アリス出た、アリス出ましたね、いいですよ、アリス入れておきましょうか。はい、であとはそうね、もう主演はまだないんですが、まあウェンディの方がメデューサよりはいいでしょう。まあこんな感じでもうコツコツやっていくしかないんですよね、キャラの厳選についてはね。その中で光と闇になんとか揃えていく。はい、闇の騎士出ましたね。ということでだんだん染まりつつありますね、光と闇に。はい、勝った。さあどんどんいきますよ、どんどんいきましょう。はい、勝った。はい、出るか。うーん、まだ支援が、支援じゃないか、もうサザエ姫はいいのか、いないのでアタッカーが欲しいかな。ちょっと戦一夜の鬼と遊んでみましょう。あ、まあ勝てた勝てた、まあ闇の騎士戦一夜の鬼だったらね、まあそんな感じでしょうね。はい、これはどうしよう、このまま行こうかな、サザエ姫を変えたいな。あ、プリスいるじゃん、プリスにしましょう。はい、お、勝った。はい、こんな感じでね、意外とサクサク進むんですよ。はい、まあ刀の陣形はね本当にちょっとオカルトかな、どうなのかな、どこまで効果あるかなっていう気はしなくもないですが、はい、まあ光と闇に揃えていくっていうのがやっぱりポイントじゃないかなと思いますね。お、勝った、勝った、勝った、発症しましたね、発症、発症しました。あー、ダメか、発症ダメか、やっぱりほら、ここ千一夜の変えるんです、光と闇に変えました、アナスタシア入れました、これでねいける、おいった、9勝いきました。はい、でラスト10勝いけるかな、これいけるかな、最後の試合だけ見ていきましょうかね。白の女王のね特性がね、前回攻略じゃないや、解説動画出しましたけども、星10にして育成したやつですね、はい、昨日ですね出しましたけど、まあ、こっちでも改めてね見るんじゃないかな。いやー、これで勝てたら10勝ですけどね。まあお相手の方はね光闇にしてないですけども、これはあれですね、まあ、これもどうなんだろう、ちょっと皆さん試せる方試していただければと思いますが、アタッカーは白の女王だけですね、お相手の方で。あとアリスが一応やっぱセットでいますよね。であとは支援が2体と梶本守衛1体ということになりますので、あ、蘇生した、アリスが蘇生しましたね、はい、今ゾンビ化してますね、はい、こんな感じになるんですよ、ね、はい、これも意外といけるのかな、このお相手の方の、これも参考になるかもしれませんね。はい、まあ、これもはもうね安定的に勝ちたいの であんまり考えたくないじゃないですか、毎回毎回なので、とにかくこの怪盗陣形にして光と闇に染めていく、もうこれでとにかく少ない数挑戦回数で、ポイントを貯めていくというねことを優先してます。はい、とにかく考える時間を減らして効率よくやっていくこと、これがポイントかなと思いますね。はい、でも8勝してますから、あ、9勝か、9勝してますからね。あー、でもちょっときついな、厳しいですね。あ、これ負けるな、でもいいんです、あのね、あんまりね運任せでこう毎回キャラクターを厳選して時間かけてもしょうがないので、とにかく2つのポイント、怪盗陣形にすることと光闇に、揃えていくこと、これをしていただければ勝率は上がるんじゃないかなと。まあ、トラえもんの経験則だとかなり上がってますので。はい、ということで、9勝まででしたね、惜しかったな。ただほら見てください、3連続しましたからね、ノン、編成編集なしで。はい、ということで9勝3敗で終わりましたということで、8勝7勝9勝ですかね、3回やって、はい、連続でやりましたが、ということで結構ね勝率がトラえもん的ですよ、もうトラえもん式と言っときます。これなんか正式な攻略法という意味ではまだちょっとこう根拠が足りないというか、なんて言えばいいんでしょうね、理屈っていうんですかね、
はい、まあそのまだね、その勝てるぞこれだとっていう根拠が、うん、このたった2つのポイントでも勝率上がりますが、まあ正式なねこの攻略法というにはちょっとおこがましいかなとトラえもん思ってますので、まあこれはトラえもん式、のやり方ということで、はい、ご参考いただければと思います。ということでですね、最後に冒頭に申し上げましたキャンペーンのサムネイル流れますので、ご興味おありの方はぜひそちらご覧いただければと思います。はい、ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。